愛子さんの花火が若い人の間でヒットしているそうです。Apple Music で38位、 YouTube ミュージックビデオで40位。花火は1999年にリリースされた作品で、10年以上前にリリースされた作品の中ではトップとなっています。ネットの反応です。キスハルが一番の名曲だよな。これずっとない編で評価され続けてるやん。花火のあの歌詞のリズム感はほんとすごい。雪はブーム来ないのか。スピッツとアイコが世代超えて評価されるのはなんかわかるわ。流行り廃りで曲作りして変からいつになっても聴けるんやろね。99年デビューやって、女ミュージシャン豊作の年。アイコ、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、椎名林檎、ミーシャ、なんだかんだ現役でやれてる人ばっかやな。さ、こんなん千年に一度やろ。なんで小柳組抜いたんや。それはメッシおばさんだろ。小柳力だろ。